こんにちは、たむさぎはるかです。今日は紹介しようと思っているゲームがありまして、Steam で配信中のソフィーズセーフクラッキングシミュレーター、金庫破りをするゲームです。これの、簡単な解説と、あと、これね、最初にチュートリアルあるんですけど、チュートリアル全部英語なので、あとこれ鍵の仕組みがね、ちょっと見てもよくわかんないということで、悩んでる方が多いかなと思うので、簡単な解説動画を撮ろうと思いまして、今日配信しながら、録画します。で、まずは、どういうゲームかって言ったら、金庫破りをするゲームではありますけれども、簡単な鍵のね、仕組みから、ちょっと見ていこうかなと思います。で、まず単純に、一番簡単というか単純な構造の鍵を設定しまして、でこれどういう仕組みでこの鍵が開くのかっていう部分をね、まずは言っていきたいと思うんですが、まずこのダイヤル、このダイヤルは、回すとこの裏のこの金色のね部分が回ります。でこれはダイヤルなんですけど、でこのダイヤルを一定のところまで回すとこのコイルが回ってるのが分かると思うんですね。で、これを、なんて言うんだっけ？これはホイールって言います。で、この上のところがね、上下してますよね。これ、この、左の、ダイヤルの左のメモリが90で、この右のメモリが0のところに来ると、この、これはね、フェンスって言うんですけど、このフェンスが落ちるようになってます。で、このフェンスが、このホイールの凹んでる部分、この部分に合わさると、これが下まで落ちて、ここに引っかかって鍵が開くと。そんな仕組みになってます。で、これは、凹んでる部分のことはゲートって言います。で、今これゲートがフェンスの真下にある状態。この状態で右に回して、90のとこに合うと、カチッとヒットして、で、このまま右に回すと、金庫が開くという仕組みになっております。これが一番単純な形ですね。要はこの金庫を開けるためには、このフェンス、ホイールをこうダイヤルで回して、ゲートをフェンスの下に持っていって、最後この90、0のところに合わせて右に回すと。これによって開く。そんな仕組みになっております。これは機械式、金庫は多分全部こういう構造なのかよくわかんないですけども、このゲームの、金庫はそういう構造でございます。で、大抵の金庫というか、難易度を上げていくとこのホイールがね、たくさん増えるわけですが、ここで、わかりますでしょうか？右に回し続けたり、左に回し続けたりすると、奥のホイールから回り始めて、一周すると次のホイールが回り始めて、で、もう一周すると、さらにその次のっていうふうに、回るんですね。この手の金庫を、ダイヤル式の金庫を開けるときに、こう、左に3回、なんぼに合わせて、次、右に回して、2回何に合わせてとかっていうのは、この工程を、要求されてるわけですね。例えばこの場合ですと、一番手前のこのホイールのゲートが、78とか、のところにありますけど、これはもう78に3回合わせるっていうことですよね。別にこう、要は3周させる必要があるっていうことなんですけど、左に、はい、合いましたと。で、次、こう、右に、こう、2回、何かに合わせて、あ、今、行き過ぎましたね。明らかに行き過ぎてますね。ちょっと、もう一回。ちょっと待って。確認しよう。一番手前が、78。二番目が、22。一番奥が、35ぐらいですか。
78、22、35、左に78でしょ、で右に2回回して22とかってこの辺でしょ、で左に1回回して35、はい、合わせましたと、で右に回して解除と、でまあこういう仕組みになっております。あとまあこのゲームのセッティングをちょっと見ていきましょう。難易度の設定で、ホイールの数、これはまあわかりますね。この真ん中のホイールの数、これが増えるほど、合わせるのは大変になっていきます。で、スケールレンジ、これはですね、攻略にすごく重要なんですけど、ホイールの大きさには違いがございます。ちょっとこれ見ていただくとわかると思うんですが、この場合ですと、右が一番大きいホイールで、真ん中、左と順番に小さくなっていくような構造になっておりますね。この大きさの違いがあることによって、鍵を開けれるというか、まあ、見なくても、特定、ゲートがどこにあるかっていうのを特定して開けることができるようになっているわけでございます。で、これはまあ、なんだろう、開け方がわからないというか、難しいうちは、一番最大の位置にしておくのが、よろしいかと思います。で、スケールアセンション。これはですね、このホイールの大きさの配置が、どういう順番で配置されるかっていう、問題というか、なんていうか設定ですね。で、一番簡単なのはこのディセンディング。後順かな？後順の設定が一番簡単です。要は一番手前に、自分から見て一番手前にこの大きいディスクがある状態で順番に小さくなっていくっていう設定が一番解くのは簡単です。原理はやるとわかると思うんですけど、っていうのは、一番最初にこの手前のホイールの位置を合わせてから、まあ、実際開けるときに最初に位置を決めるのはこの一番手前のホイールなんですよね。なので、一番手前のホイールが一番大きいと、ゲートの位置を固定したまま次の、ゲートの、次のディスクのゲートを順番に探していけるので、一番やりやすいというか、スムーズに解けるのがこのディセンディングっていう設定です。で、アセンディングは逆に、一番大きいゲートが一番奥にあるので、なんだろう、ゲートの位置を特定した後、次のゲートを特定する手順になっても、こう毎回分かっているメモリに合わせながら探さなきゃいけないので、これ一番めんどくさいやつです。で、ランダムは、まあ、その名の通り、どういう順番になるか分からないっていう設定です。これが一番、まあなんだろう。ゲートとディスクの位置を特定する必要があるので、一番これが一番楽しいかなって思います。次、このトーレランスっていう設定ですね。これは、フェンスの大きさの設定です。で、これが小さい設定ですと、ゲートに余裕があって、ゲートに対してこのフェンスがかなり小さく、細くなっているのが分かると思うんですけど、これ一番簡単な設定で、この設定、ワイドの設定だと、メモリーをですね、完全にぴったり数字を合わせなくても、まあ、プラスマイナス3ぐらいの範囲で許容してくれるっていう設定です。で、これ、メモリー、0から99までありますけど、これを、トーレランスをですね、短くというか、狭くしますと、どんどんこう遊びが少なくなって、最終的に一番このナローの設定だと、きっちり同じ数字、ぴったり合ってる数字に合わせないと、ゲートが落ちない、ゲートにフェンスが落ちないっていう設定です。これは非常に難しい&めんどくさいので、これも初心者のうちはワイドがいいと思います。ホイールフライズムーバブル、これはちょっとよくわかんないです、仕方をしましょう。はい。で、この見えない中身が見えない状態でこのゲームは、ゲートの位置を特定していくわけですが、じゃあどうやって特定するんだっていうお話ですね。で、最初これチュートリアルやる前はマジで手がかり何にもなしで、どうすればいいのか全くわからない状態だと思います。で、ここで、手がかりを得る方法をこれから解説するんですが、これネタバレになるのでヒントすら欲しくないという人はここで見るのをストップしてください。一旦ここでネタバレ
防止タイムを30秒ほど取りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。大丈夫でしょうか。じゃあ、この後、なんだろう。ヒントね。どのようにこのゲートの位置を特定するかという、ことについてやっていきたいと思います。で、このホイール、大きさが違いますよね。で、この、そこで重要になるのが音ですね。このゲートの位置を特定する際に重要になるのが音でして、このですね、ホイールを左に回していくと、ここでカチッて、カチッって言いますよね。カチッと。これを覚えておきましょう。このカチッっていうのはフェンスがこのホイールに当たる音なんですが、ここで、はい。これがですね、今このメモリの位置をよく見てくださいね。Q のところに行くあたりで、カチッて鳴ってますよね。じゃあこれを今度、ゲートがある位置でやってみましょう。ちょっと違うのわかります？さっき Q で鳴ってたのが、この6ぐらいで鳴るようになってますよね。これね、ゲートにフェンスが落ちる分、この音が鳴るタイミングが遅くなってるんですよ。これによってこうゲートの位置が特定できるわけですね。一番でかいゲートどこにあるのかな？お、これは今は、何にもヒットしてない状態だなっていうことで。ヒットする位置を探してみます。で、このディスクが回り始めるタイミングで、ちょっとピコッみたいな音するのわかるですかね？今70までメモリを動かした状態で、ここの範囲だとディスクは動かないんですが、70以上回すと、70以上右に回して、こう60とかにしていくと、その分ディスクが回るんですけど、回り始めるタイミングで音がするんですよ。今の音。これをちょっとずつずらしていって、このフェンスがゲートに落ちる音が変わる場所を探します。まだですね、65まで行ったのかな？で、60、あ、違う、60まで行ったのか。で、55でやってみましょうと。で、これが難易度簡単設定なんで、こう刻みぐらいで全然大丈夫です。これトーレランスナローの設定だと1ずつ試さなきゃいけない。次45やってみましょう。全然ヒットしないですね。次40。35までいった？ 30。次30。あ、こ
ここだなと。今これ9でカチってなんなくなったから、これで一番でかいゲートが30だっけ ?30 にあるなっていうのがわかるわけですね。っていうのが手がかりです。で、このゲートを全部回すためには、ダイヤルをディスクの数だけ、周回させる必要があるので、そこは覚えておいてください。これで30のところにでかいゲートがあるなって分かったというヒントですね。これで30に合わせて、これ今実際ね、中をX 線で見てみると、で一番でかいゲートは、フェンスの真下に来てるはずなんですよ。来てますね。はい。で、これが、攻略のヒントになります。はい。じゃあ、実際に、ディスク3枚の設定で、実演、開けるところ、中を見ないで開けるっていうことを実演して、まあ、手順を解説しながら実演して、この動画を終わろうと思うんですが、ここでもう一度、次やるともう完全にこう、開け方の解説になっちゃうので、これはまあ重大ネタバレ扱いということで、ここでもう一回ネタバレの防止タイムを取ります。今のヒントだけ分かればもうあと自分でできそうっていう人はもうここで動画を切って、自分で開けるのをチャレンジしてみてください。開けれなかった方は、続きを見ると開け方は解説します。じゃあ、ここで一旦ネタバレタイム取りますね。あ、その間にガジェットについて説明しておきましょう。このゲームにはガジェットがいくつかあって、さっきくっつけてたこれは、音を可視化するための機械ですね。スペクトラムアナライザー的なやつです。音小さい設定でやるときとか、あとは、まあ、今この解説動画では音が聞こえにくいかと思うんで、見えやすいように貼っておりますが、まあ、これを使うことでおそらく聴覚障害者の人とかでもプレイできるんじゃないかなっていう気がします。あとこれが、ダイアグラムじゃなくて角度を見るやつですね。今このメモリ何度に設定されているとかっていうのをすごく細かく見ることができますね。で、これはおそらく、通常の簡単難易度だと必要ないと思いますけど、ディスクの大きさの差がすごく少ない設定にすると、このスケールレンジですね。スケールレンジがすごく少ない設定にすると、さっきのこの、価値音が、の変化がすごく微妙になるので、それをこう、より分かりやすくするためについているものかなっていう気がします。これに関してはよく分かんないな。これ何のためにあるんでしょうね。別にメモリなんて見れば分かんじゃんっていう話なんですけど。まあ、X 線と、これはもう中が見えるんだからチートだって分かりますよね。と、これは答えが書いてます。これはもう左に3回回して、右に2回回して、左に回して開ければ開くよっていう、ネタバレ答え合わせが載っている紙です。96。82。これで開きます。はい。というわけで、あとストップウォッチかな。で、個人的に面白いなって思うのは、まあ当然このチート機能はなしで、ランダム設定にして、数字と、ディスクの大きさがどういう配置になっているかっていうのを、明らかにするっていうのが、まあ面白いかなって思います。で、今この画面にメモ帳貼ってますけど、これから解いていくにあたって、ディスクの大きさがどういう順番になってるかっていうのと、まあ、具体的な数字、どのディスクが何番かっていうのを、このメモ帳にメモりながらやっていこうかなって思ってます。で、ディスクの順番、1、2、3、奥から見ましょう。実際にこのダイヤルを回した時に、回る順番ですね。1が一番奥で、2が、
真ん中で3が手前っていう順番で、1、2、3と書きます。そして、実際にこうダイヤルを合わせるときは、開ける手順でダイヤルを合わせるときは、3、2、1の順で数字を合わせます。これで言うと、3のディスクのゲートが16の1。で、2のディスクのゲートが96の1。っていう感じですね。これを、まあ、予想して、最後開ける前というか、まあ、開けて、このメモと見比べて、どれぐらい誤差か。まあ、大体、一番、ナロー、ゲートフェンスがワイドの設定なんで、プラスマイナス3から4ぐらいの誤差は出ますけど、そこでこう正確に予想ができたら気持ちいいっていうやつですね。じゃあ、開け方を解説していこうと思います。一旦、ランダム設定。オピンの数は3枚でいきます。これを、まあ、10分くらいで開けれればいいなと思ってるんですけど。じゃあ、やります。5ぐらいからいきますか。あ、そうだ。配信でね、音のタイミングが見やすいようにこれは出しておきますね。で、ランダム設定だと、ディスクの位置はどうやって特定するねんっていう話なんですけど、それはこうやりながらやっていきますね。75、75、60、55。あ、あとそうだ、操作方法は完全に忘れてたの。自分はコントローラーで遊んでるんですけど、コントローラーだとスティックで、左スティックでダイヤル。右スティックで支点。で、L1 と R1 ボタンで、ダイヤルを一周回すショートカットになってます。なので、ダイヤル一気にこう3周ぐらい回して状況リセットしたいっていうときは、まあ、L ボタンか R ボタンを何回か、ポチポチポチと押せば、全部のウィールが回る状態になりますね。こういったんじゃない？ん？はいはいはい。ありますね。これ、1個ヒットしましたね。40ぐらいだっけ ?35 か。35ですね。一番でかいディスクは35にあることが分かりました。で、これが実際何枚目のディスクやねんっていう話ですよね。それを判明させるためには、ああ、ディスク3ですね。あ、っていうのは、あ、違うか。それだけじゃ、これだけじゃわかんねえ。違うわ。ごめん。今は全部のディスクが35で止まってる状態だから、1枚ずつ回して確認していかなきゃな。これで1枚目のディスクが今回って位置が変わってる。で、カチッてなる位置は下がったままだから1枚目のディスクではない。次。これで2枚目のディスクが回り始めました。あ、変わりましたね。これで、2枚目のディスクのゲートが35ってことが分かりました。で、ディスクのサイズは一番でかいです。じゃあ、35。今、35のゲートに入った状態で、
勝ち音は 6.5 ぐらいのとこでなりますね。じゃあ次は、次のサイズのディスクが1枚目なのか2枚目なのか分かり、まあ1枚目なのか3枚目なのか分かんないですが、それを探していきます。30、25。20。ん？変わったんじゃない？あ、変わってないか。これで一周して見つかんないようだと、3枚目に、これより小さいディスクがあるってので、結構めんどくさいことになりますね。3枚目が一番小さいディスクだった時が一番めんどくさいんですよね。10、5、0。95、90、85、70、75、70。65。ちょっと外れな匂いがする、これ。15。50。45。40。ああ、ってことは、1枚目、中ぐらいのサイズのディスクは、これで5刻みで全部確認したんですけど、この勝ち音が鳴る場所が変わらなかったんで、1枚目のディスクが一番小さいなっていうのが、ここでわかります。おそらくね。で、M、まあ、ミディアムサイズのディスクは3枚目だろうという予想がつきました。で、次、それじゃあそのゲートの場所を特定しに行こうってなるんですけど、それには、まず3枚目、この位置を全部、ディスクを回した状態で位置をリセットしながらやんなきゃいけないんで、0からチェックしていきますか。で、2枚目のディスクを35に、これ毎回合わせる必要あります。この状態で、勝ち音が変わらないかチェックする。変わらなかった。じゃあ1回リセットして、0から始めたから、次5でいきますか。あれ、間違えた。あ、いいのか。0、5、変わんないですね。20。変わらない。15。変わらない。15やったから20。
変わらないですね。25。30でいきましょう、次。35まで行って戻す。40。お、あ、違う。全然違うと思います。45。来ましたね、これ。6で、6.5 で勝ちってなんないでしょう。これがあった状態ですね。45だったよね。45、35、うん。3枚目は45。で、あとはもう簡単ですね。じゃあ、まず45から合わせて、次35。2枚目が動く状態にして35。で、1枚目を35から見ていきます。ま、当然合わないですね。でもここからも簡単ですね。5ずつ。で、全部あったときはなんか、ここに、フェンスがゲートに落ちる音がすごく独特な、ビョンみたいな音になるんで、すぐわかります。70まで行ったんだよね。75。次80。85。90。95。ゼロ。もうちょっとですよ。ちょっと待って。なんか変になった。待ってます。45でしょ。35でしょ。違うわ、なんか自分、ちょっとさっきやり方間違ってたっすね。3、やり直さないとダメだ。45、35、一周回さないとダメだから。
別に間違っちゃいないか。このゼロをまたぐときにちょっとややこしいだけですね。そろそろじゃない？もうここしかないでしょ。はい、行きました。というわけで、最後にじゃあ20玉ってのが分かったわけです。で、最後、右に回して開ける都合上、ディスクが奇数の時は、合わせる、答え合わせの紙ですね。L、R、L とかってなってるんですけど、これ奇数の時は L スタート、偶数の時は R スタートです。なんで今回は、おそらくこの答え合わせの紙は L45、R35、L20。で、ディスクのサイズは奥から小、大、中みたいな構造になってるっていう予想がこれでできました。で、まあ解錠しましょう。書きましたね。じゃあちょっと答え合わせを見ていきましょう。はい、奥から小大中合ってますね。で、答え合わせの紙を見てみます。 L47、R32、L23、まあ、大体プラスマイナス3の範囲ぐらいで合ってるなっていうのがお分かりになったかと思います。今の手順を、まあ、これ見える状態でやると、最初に L を特定したわけですよね。こう一個ずつ探しながら。で、次に、ミドルサイズのディスクを特定したんですよね。この、ダイヤルを全部回してリセットした状態から一周回すと1枚目のディスクが回り始める。で、2周回すと2枚目のディスクが回り始める。これでこう、動かしながら今どのディスクが回ってて、っていうのが頭の中で把握できるようになると、ディスクとゲートと、ディスクの大きさの関係特定できるようになります。これできればもうあとは何枚でも、理論的には何枚でも解けることになります。すいません。長くなってしまいましたけど、そんなわけで、解き方解説動画はこれで一旦終わりたいと思います。すごくね、これ、解き方分かっても開けること自体が楽しくて、ルービックキューブみたいな熱中性があるゲームです。ソフィーズセーフクラッキングシミュレーター、ぜひ、すごく安いんで、400円以下でスチームで買えます。遊んでみてください。じゃあ、解説動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また来週。さようなら。